ただいまチェンマイマンゴーフェスティバルの会場に来ております。今日6月12日から13日14日と3日間開催されます。場所はチェンマイ県庁の隣の駐車場のところでやっております。น้ำลายแปลว่าอย่างถามไอ้แจ็คบนเวทีเนอร์มากหรือน้ำลายは会場の設営だとかそういったことに時間が半分取られてあんまり展示がなされていないんですけども、今年は割と手早く展示物設営が終わったようですね。こちら紅象牙マンボコ、まあ長さだいたい30センチぐらいありますね。これはオーストラリアで開発された R2E2 種です。大きいけど私の味覚ではちょっと大味なことになることが多いかなという気がします。こちらはヤック種ですね。ヤックというのはタイ語で鬼のことを言います。名前の通り非常に大きいマンゴーで、こちらも長さ30センチぐらいあります。はい、こちらはゴールデン南独米種ですね。日本にも輸入されているマンゴーとして有名です。こちらの黄色いのはマハチャノックス種です。日本にも最近ピンク色に熟したものが輸出されています。日本向けは選別されております。こちら近年日本にも輸入が始まった清沢の一種ですね、どちらかというとスライスしてマンゴーサラダだとかそっちの方に向いてるようなそういう品種です。この赤いのはデンチャカパッ、日本沖縄でいうところの玉分6号という品種ですね。甘みが強くて香りが良くて非常に美味しい品種です。そしてその隣にありますこのちょっと黄色いやつ、これは沖縄でいう金香です。台湾からもいろんな種類のマンゴーが最近輸入され栽培されています。売店ではこんな風にいろんな種類のマンゴーが売られています。こういったいろんな種類のマンゴーをちょっとずつ買ってちょっとずつ試食してみるのも面白いかと思います。マハウィタヤライ名城と書いてあります。チェンマイの農学系大学の名門の名城大学の展示室です。ちょっと覗いてみます。ここら辺はマンゴーの品種の説明ですね。何のマイルマンと書いてあります。マンゴーの次期の実演ですね。こちらはお
他の売店もちょっと覗いてみましょう。野菜とか果物だとかの苗が売られてますね。あ、奥のあれはビワですね。はい、こちらの売店ではいろんな種類のマンゴーを売ってます。あ、これ玉文6号ですね。紅象牙マンゴーですね、こちら。あ、こっちが紅象牙ですね。先ほどのは玉文6号でした。失礼しました。マハチャノ、金鉱ですね。マンプンスギです。この通り園芸店のブースもあります。ちなみにこのおっちゃんとはもう顔なじみになっちゃってますね。こういうイベントにはよく顔出しますので。種なし種ですね、こちらは。あ、バラミツ、バラミツの種なし種です。失礼しました。バラミツの赤肉種ですね。こちらの方が癖がなくて美味しいです。南米の果物アビウがありますね。アブイと書かれていますけど、アビウが正しいです。他にもブラックベリーや黄色のドラゴンフルーツとか様々あります。こちらは台湾マンゴーのチンシンですね。キンシンマンゴー。大体台湾の品種は中国語をそのままタイ文字に置き換えたものが多いです。お、こちらは沖縄でいうところのパキスタンのヤシマンゴーってやつですね。マムアンマプラオと書いてある。マプラオというのはヤシです。下にチャクパキスタンと書いてあります。パキスタンからという意味ですね。
ที่เราไปชมพี่น้องเกษตรกรหลากหลายนะครับผมอันที่อีกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนอกจากนิทรรศการความรู้แล้วเขายังมียังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับหัวใจเกษตรนะครับผมこちらの方にも様々な品種が置かれていますね。ちょっとここら辺字が達筆すぎて私には読めないものもあるんですけども、これはガチャンデン、ベニゾウゲマンゴーですね。その隣が R2E2、オーストラリアのマンゴーで。でこちらがマハーチャノですね。日本にも輸出されているピンク色のマンゴー。นี่พรมชัยนะครับผมอันนี้เป็นมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมคือเสมอต้นเสมอปลายนะครับผมนำเอามะม่วงจากสวนจากต้นคูณนะครับซึ่งจากสวนที่ได้รับการยืนยันส่งท่านมาสั่งจองเป็นทารองออเดอร์ที่เรียนรู้นะครับผมนี่จะมาต่อเป็นที่เรียนรู้ですけどもว้าปังค์ร้องพันพันไข่แอบดูใช่ちょっと脱皮すぎてなんか読めませんผมไข่เพื่อเอออันนี้ผมเคยทำไข่เพื่อฮะนี่ขนาดลูกเล็กใหญ่กว่านี้ยังมีเหรอสองโลโหลูกไข่เพื่อผมไข่เพื่อเป็นไงหั่นมาเดียวนะครับเนี่ยถ้าขายแกงเท่าไหร่อ่ะขายกิโลโลละ60บาทโอ้ยเอามาโชว์ผมไข่เพิ่มจากสวนโรงแรมไข่ลกกิบิชิเดสเนี่ยมันไข่ลกกะตำบลน้ำไข่ลกตัวนั่นก็เลยตำบลอุโมงค์จังหวัดลำพูนคุณขยันนิพรมชัยมุ่งมั่นตั้งใจเสมอต้นเสมอปลายต้องขยันนิพรมชัย081960-8699ผงไข่เพื่อคนรู้จักเลยฮะอาปิงเออวันนี้ผ่านเลยโอเคผงไข่เพื่ออาปิงอาปิงนี่กี่สูงอ่ะกี่สูงกี่เด็กก็ได้กี่ร้อยเท่าไรครับผม125 บาทโอ้ราคาถูกซึ่งผมเคยกินซักเตื้อจะจำได้อาปิงของผงไข่เพื่ออาดูอีดูอันนี้ราคาถูกนอนเจนと読むのかなこれは。なんか聞いたことない品種も結構置かれていますので、しかも脱皮となるとちょっと私なんとも解読しにくいですね。なかなか。マンコンね。沖縄でいうところの交流マンゴー、紅の竜と書くあの品種ですね。ああ、伊達札をかけ始めましたね。やっぱり外国人の目だとちょっと脱筆の単位文字だとね、しかもちっちゃいとなると見られないので、うん、やっぱりこうしていただいた方がありがたいです。これでいくつか読みやすくなってますね。
น้ำต้นน้ำต้นไปเลยมั้งนะว่าท่านทำไรจะมีความปลอดภัยมีข้อกำหนดอยู่8ข้อวันนี้ก่อนจะมาเฮิร์ทข้อมูลเนาะมันยากหรือมันง่ายขนาดไหนครับผมได้เด็กมั้งว่าจะออกเหมือนกันจะต้องมีหลักรับรองคุณภาพจากถ้าเป็นการเข้าเกี่ยวสามรถข้อกำหนดทั้งแปดข้อถึงเรื่องน้ำการใช้สารเคมีพื้นที่นี่แหละค่ะและการเก็บเกี่ยวลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็การบันทึกข้อมูลนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะจะต้องทำให้ครบนะคะแล้วก็การดันสุขภาพของน้ำคนดูแลแปลงนี่ควรต้องมีあれ、アーピンってこういう品種なのですか？思ったより玉が小さいですね。まあ会場の方はこんな感じですね、うん、それでは私の方も個人的なお買い物をしたいと思います。そんなわけで今日はこれで失礼します。